皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。今日は小学校第6学年、算数、データの活用、1時間目の内容です。教科書60ページを開いてください。子どもたちが本の貸し出しについて話しています。今月は読書月間なので、 本の貸し出し数が増えるようにしたいです。しかし、ある子供は、先生が以前は貸し出し数が多かったのに、最近は少ない、と言っていたことを思い出しました。本当に貸し出し数は減っているのでしょうか ?61 ページを開いてください。問題。 左の表は10年前と今年の6年1組の人がそれぞれ5月に何冊の本を借りたかを記録したものです。どちらの方が本をよく借りていると言えますかこの授業の目当ては10年前の記録と今年の記録をどのように比べればいいか考えることです。 ちなみに、このような記録のことをデータと言います。番号はクラスの人数、冊数は借りた本の数を表します。では、一度動画を止めて、どちらの方がよく借りていると言えるか、自分の考えをノートに書いてみましょう。できましたか それでは一緒に比べ方を考えていきましょう。一つ目の考えです。借りた本が一番多い人の冊数で比べてみましょう。10年前の一番多い冊数は13冊。今年の一番多い冊数は18冊。 このデータを比べてみると、今年の方がよく借りているようにも見えます。しかし、これは一番本を借りた一人同士を比べていて、クラス全体を比べていません。これでは今年の方がよく借りているとは言えませんね。二つ目の考え方です。 借りた本の冊数の合計で比べてみましょう。ここで一度動画を止め、10年前の合計と今年の合計を求めてみましょう。できましたか ?10 年前の合計は162冊。今年の合計は 168冊でした。このデータを比べてみると、今年の方がよく借りているようにも見えます。しかし、10年前と今年ではクラスの人数が違うため、比べることができません。三つ目の考えです。一人当たり、 何冊借りたかで比べてみましょう。これは平均を使う考え方です。平均は冊数の合計割る人数で求められます。それでは一度動画を止めて、10年前の平均と今年の平均を計算して求めてみましょう。 平均は出ましたか ?10 年前の平均は 162÷20 で8.1冊。今年の平均は 168÷218 冊でした。違いは0.1冊とあまりありませんね。このように 2つのデータを比べるときは、データの平均を使うと比べることができます。今回の授業の大切な言葉です。教科書62ページを見てください。平均の値のことを平均値とも言います。平均値はデータ全体の特徴を1つの値で表しています。 このような値を代表値とも言います。練習問題をやってみましょう。問題。次の表は A チームと B チームの人がゲームをした時の得点を表したものです。どちらのチームの結果がいいか、平均値を求めて比べてみましょう。それでは、 動画を止めて計算してみましょう。できましたか式は次のようになります。A チームの平均は11点。B チームの平均は12点。よって答えは B チームの方が結果が良いとなります。 これで1時間目の授業は終わりです。お疲れ様でした。